みんな、こんにちは。テレビアニメ白箱、見てるかい？面白いよね。何言ってんの？みんな楽しんで見てるに決まってるじゃない。アニメーション制作の今がここにあるということで、リアリティのある制作現場を描いているみたいだけど、実際にはどんな風になっているのか、みんな気になるよね。なんと今回は白箱ブルーレイ& DVD に収録されている映像特典の中から、実際のアニメ制作現場の様子を少しだけ紹介しちゃうよ。アニメ業界のお話なんだから当然よね。むしろまだやってなかったのかよって感じ。それじゃあ行くよ、せーの、白箱ができるまで。突然だけどみんなに質問だよ。白箱って知ってる？白い箱のことでしょ？うん、アニメ業界では完成した作品をスタッフに渡すときに、白いケースに入ったビデオテープに入れて渡してくれるんだ。ビデオテープっていつの時代の話よ。今では DVD や映像データそのもので配られるから、その総称なんだ。それじゃあ前置きはこの辺にして、実際のアニメ制作現場で白箱ができるまでの様子を紹介しちゃうよ。なんと今回の突撃レポーターは木村ジェリさんなんだ。どこに行ってるかわからないけど、木村さんよろしくね。はい、皆さんこんにちは、木村ジェリです。さてここでいきなり問題なんですけれども、私は今どこに来ているでしょうか？はい、その通りです。私は今白箱を制作している PA ワークスさんのある富山県に来ています。富山県といえば海の幸、山の幸、そしてチューリップ、素敵なものがいっぱいです。私も今日美味しいご飯が食べられるのを楽しみにしています。それでは早速 PA ワークスさんに行こうと思います。城花駅から歩いてきまして、 PA ワークスさんの本社に到着しました。この看板、皆さんどこかで見覚えがあるかもしれません。それでは早速突撃いたします。堀川社長、こんにちは。ようこそ PA ワークス。はい、今日は富山へアニメーション制作の勉強にやってまいりました。いろいろとどうぞ教えてください。はい、何でも聞いてください。よろしくお願いいたします。お願いします。まずは企画からだよ。多くの作品はプロデューサーが企画しないと何も起こらないんだ。どんな作品なのか、アニメ化する理由や最大のセールスポイントは何かなどをまとめた企画書を持って、いろいろな会社にプレゼンして回り、アニメ制作にお金を出してくれる人を探すんだ。企画のお仕事についてお伺いしたいんですけれども、やりたいって言うと最近やらせてもらえるので、すごい。いや、それは今回の白箱もそうですけど、なんでしょうね、今まで作り上げてきたものに対してある程度スタッフ、あと視聴者の皆さん、あとスポンサーの皆さんに評価をしてもらえると、その次につながるっていうことだと思うんですよね。それを少しずつ積み上げてきたことで、今こういう作品を作りたいんだけれどもっていう提案をすると、じゃあそれに対してやりましょうかっていうのは、過去にやってきたことが評価されたのかなとは思います。堀川さん自身も制作進行から、うん、今のプロデューサーであったり、うん、社長、アニメーション制作会社の社長をされていると思うんですけど、うん、その制作進行経験者の堀川さんから見て、うん、宮森さんってどうですか？できすぎですよね。いや、僕の理想が入ってるので、ああいう子が現場にいて回してると、その空気っていうのを作ってくるからね、それが非常に作品に反映されていい作品になるので、僕の理想の姿です。じゃあ理想を叶えられるように私は思います。はい、頑張ってください。はい、堀川さんのプロデューサーとしてのお仕事をお伺いしたいんですが、ラインプロデューサーって言って現場を管理。続いての模様は脚本だよ。出資者が集まり、
各スタッフが決まると脚本に進むんだ。ストーリーの制作作業に入り、脚本家さんたちが書いてくれるんだよ。企画については堀川さんが教えてくださったんですけれども、その後にやってくる脚本についてどうやって作っていってるんでしょうか。はい、脚本といっても、いろいろ、2種類ありまして、一つ有名なのは原作ものと呼ばれる、いわゆる何か、元の小説であったり、ライトノベルであったり、そういった、元になる原作があるものを、シナリオにするというものと、全くそういうものがない完全な、オリジナルと呼ばれる、2つの種類があります。白箱はオリジナル作品なんですか。そうですね、もちろんやっぱりオリジナル作品を脚本として作り上げていくって、はい、すごく大変な作業ですか。そうですね、やっぱり元がやっぱあるものではないので、一番最初にやっぱり重要なのは、そもそも何をじゃあ描きたいのか、テーマといいますか、お話として何を今回描きたいのかっていう部分をやっぱり、ひねり出していく、そしてじゃあそれをどう見せていくのかっていうところを考えていかなければいけないので、そこは、やっぱりオリジナルの方が時間はかかる部分ではありますね。ラインプロデューサーさんの仕事ってどういう仕事なんですか。ラインプロデューサーというのは、アニメーションを作っていく上で、3つ大きな要素。脚本が上がってくると監督、演出が絵コンテ作業に入るんだ。脚本の内容が小回りの絵で組み立てられていくんだよ。今ちょうどコンテがあるんですけど、はい、コンテってどなたが書かれてるんですか。監督がやっぱり書かれるの、基本監督が最初の話数を書いたものを見て、手の届かないところを、演出がやるっていう形ですね。セリフのタイミングとかも演出家さんが撮っていらっしゃいますよね。はい、どっち派ですか。窓か派で頭の中でストップウォッチを押せちゃう派か、山田さんのように身もだえしながらやっちゃう派か。おしっこ漏れちゃう。窓か派ですね。あんまりできないかも、山田のようには。山田さんは結構特殊なタイプです。そうだと思います。白箱って結構リアルな作品だと思うんですが、菅沼さんから見て、その窓かさんとか山田さんとか演出家さんがこう出てるんですけども、絵コンテが出来上がると原画作業。キャラクターなどの動画部分と背景の構図を考えて画面構成を作成するんだ。それをもとに動画部分の元となるコマを描いていくんだよ。動きの元になる絵っていうのは、はい、例えば、走ってるとことかだったらどういう部分になるんですか。はい、走りで言うとこことここだけになるんですけど、その間を次に、そうですね、次の動画さんたちが埋めていく。そうですね、はい、白箱見ていただいて、現場とここが一緒だなとか、こういうとこはちょっと違うなとかってありますか。他の仕事がどれだけ忙しいかとか、あんまり私自身分からなかったので、制作さんの忙しさとか見てすぐになってちょっと思っちゃってます。はい、ありがとうございます。なんか制作進行出来上がった原画をきれいに整え、間の絵を描き起こしてカットに動きをつける作業が動画なんだ。中割りとも呼ばれて、滑らかなアニメーションになるかどうかの大事なポイントになるね。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。動画のお仕事について教えていただいてもよろしいですか。はい、動画っていうお仕事はですね、原画マンさんが描かれた絵を、きれいになぞって、その間を滑らかに動くように描くお仕事です。何枚ぐらい1日描かれるんですか。1日だいたい15枚、早い人だと18枚、20枚やっちゃう人も。私のようなど素人でもこう頑張れば描けるよっていうようなポイントとかってありますか。どういうところを意識したらいいですか。一番はやっぱりカットを多くやることなんですけど、ちょっとそれ以外でも、作画監督のお仕事っていうのはどういうものなんですか。
なんでしょうか。はい、自分の持ってる担当和数の、作画の部分を統一したり芝居を統一したりする仕事ですね。はい、白箱の中で、3DVS 作画みたいな太郎のせいで全く予期せぬ戦いが起きてしまったと思うんですけども、ですが作画は不要になったんで。不要ってなんだよ、 3D さえあれば作画はいらないのかよ。ここは 3D でできるけど作画でやりたいなとか、そういう風なことを思う瞬間。 3D アニメの一番の見せ場は作画だろう。最近は本当に 3D さんの技術ですかね、すごい上がってきて、昔はまあアニメ作画でやってたところも随分やっぱり 3D でって言われることも多く、ただまあ表現したいことっていうのは本当あまり変わらないのかな。アニメ、いいアニメーションを作りたいっていうところでは、どうせ私も柳さんみたいな感じの方向の考え方に今は。色彩設計の指示や動画に指定されている色指定の通りに色を塗っていく作業が彩色だよ。動画の一枚一枚に色をつけていくんだ。仕上げのお仕事について教えていただけますか。動画作業が終わったものをこちらの部署にいただいて、スキャンをしてデジタル化した上のものに1枚ずつ色を塗っていくという作業になります。白箱の中で新川さんというキャラクターがやっているイメージなんですけど、新川さんは色彩の指定というか色指定をされているということになっていると思うんですが、はい、中野さんも実際色の指定とかってされてるんですか。はい、和数の中で夜色だったりその部屋の中の色だったりっていうのを1カットずつ色番号とかキャラクターの名前、この作品だと服装がいろいろあるのでどの服を着てるかっていうのをちょっと文字で打ち込んで仕上げさんが塗れるように用意するっていう形の仕事が色指定っていう感じ。はい、白箱を見ていただいて、うん、実際の現場と同じだなとか違うなって思うことっていろいろありますか。いろいろあるんですけど、仕上げ部だと仕上げ計算の方が言ってることは実際自分もちょっと。デザイン作業が始まる頃には CG 制作への指示が出され、キャラクターやメカなどの CG 制作も始まるんだ。 3DCG のお仕事について教えていただけますか。はい、CG ですと基本車ですとかモブの作業をすることが多いんで、基本作画でやると大変な物量になってしまうものを 3D でやるっていうことが多いです。 3DCG のクリエイターさんになったきっかけっていうのはどういったものなんでしょうか。そうですね、自分は大学の時に建築の方の学科だったんですけど、その授業の一環で3D の授業があったので、そこで興味を持ってこの業種に入ってきたっていう感じです。やっぱり作品のミサの悩みとかもリアルな感じに映りますかね。はい、そうですね、私先輩に叱られてばかりで、まあいろいろ大変だとは思うんですけど、まあ続けてれば楽しい仕事だと思うんで、まあ頑張って続けてくださいっていう感じですかね。ここまでがアニメーション制作の大まかな流れ。この後に背景や撮影、ダビングなどの作業が待ち構えているんだ。何よ、後の工程も教えなさいよ。教えないとミンチにしてやる。ごめんよ、この後の工程については引き続きリサーチ中なんだ。わかった、それじゃあその間に白箱のブルーレイでも見て勉強しとくわ。白箱のブルーレイ&DVD は第1巻が好評発売中。ポンカンさん書き下ろしの葵のジャケットが目印だよ。特典はエクソダスの主題歌 CD やオーディオコメンタリー、そしてこの白箱の白箱ができるまでのその1企画編が収録されているんだ。さらに第2巻が好評発売中。第2巻のジャケットはポンカンさん書き下ろしの絵馬だね。こっちの特典はオリジナルサウンドトラック CD などがついてくるよ。よろしくお願いします。
それじゃあまた東京編でね。バイバーイ。